11月13日祈りの灯台開催。私たちが主に祈るとき、変化が訪れる。みんなで共に賛美し祈りましょう。フルーツラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。フルーツラジオパーソナリティの中金久美智子です。今日は神は繁栄の御手を持っている、そのことが書かれている聖書の箇所を紹介します。神は人々を繁栄させること、祝福することを御心としています。ではどのように神は人を祝福してくださるのでしょうか。誰しもそのことに興味があると思います。詩編一編2節から3節。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。ヨシュア記一章八節。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。歴代史第一、四章十節。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。見てが私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。神はあなたを祝福することを願っています。あなたの上に神の恵みと祝福が豊かにありますようお祈りします。さて、祈りの灯台がいよいよあさってです。11月13日日曜日18時、場所はライフシード。皆さんのご参加をお待ちしております。フルーツラジオ、それではこの辺で。また次回、さようなら。11月13日祈りの灯台開催。私たちが主に祈るとき、変化が訪れる。みんなで共に賛美し祈りましょう。